どうぞ。あら、オーナー、何か用？ミーティング？オーケー、入って。歓迎するわ。そうだ、この前の写真、みんなの反応すごくいいんだから。あ、この写真特に人気だったのよ。これで初めて私に興味を持ったって人もたくさんいたわ。ビーナスフェスの話題も盛り上がってるわ。プロモーションとしても成功みたいね。はあ、このくらいうまくいってればパパも分かってくれたかもしれないのに。え？パパのこと言ってなかったかしら。私のパパは伝説の剛腕レスラーバースよ。知ってるでしょ？え？知らない？まあ、私を知らなかったくらいだから当然か。やっぱりもっと頑張らないとダメね、プロレスだけじゃ。ごめん、独り言よ。気にしないで。パパと何かあったのかって？ちょっと意見が合わなくて喧嘩してるのよ。実はパパと新しいこと始めようとしてたんだけど、パパったら私の意見を全然聞かないんだもの。まあ、喧嘩も話を聞かないのもいつものことだし気にしてないけどね。仲直り？そんな気はないわ。パパのやり方じゃうまくいくわけないもの。今の世界には通用しないわ。ごめんなさい、話が見えないわよね。思い出したらつい熱くなっちゃって。とにかくこれからも私の魅力を世界に発信しましょう。ついでにビーナスフェスのプロモーションもね。それ以外のことはしばらく考えないことにするわ。あ、もうこんな時間、せっかくのミーティングが台無しね。明日の朝練に備えて早く休まないと。オーナー、明日もカメラお願いね。じゃあ、いつもの場所で待ってるわ。おやすみなさい、オーナー。